ビデオカメラのデータ復旧を行いました。広島県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはビクターエブリオ GZHD6。 ビデオカメラが故障し電源が入らなくなった。メーカー修理に出したところ部品がないため修理できなかったという状況です。データ復旧処理を行い12時間22分の動画データ 100% の復元に成功しました。